ケニチです。なんだかんだ言うてポケモン GO 2週間ぐらいやりましたかね。この2週間でやったケニチのポケモンのプチ自慢をやっていきます。まあなんだかんだ言うて皆さんコメントいただいてるのが多かったのは、まあ CP が弱すぎると、弱すぎるっていうのがよくコメントでいただいたっていうことで、確かに2000超えてるやつが一体もいない、それは確かに認めます。一番多いのでナッシーで1501で、まあ、カビゴンカビゴン、ヤードラン、カイロス、でエレブ、カビゴン、ムーバーということなんですけどもね。まあ2000、どうやったら2000のポケモンが手に入るんですかね。さっき卵ね、ちょっとこう散歩してたら10キロ卵もらったんで、これで、ラプラスあたり欲しいんですけども、まあその辺はちょっとわかりませんね。実際開けてみて、なんじゃこりゃっていうの出ると思いますけども。まあそれより、今日は、やっとミニ竜、100匹じゃないわ。雨100集まりました。すごいですね。だそれをちょっと、見ていこうかなと思ってます。いやーでもね、ほんまカビゴンを育てたいんですよ。これカビゴンね、これ今もう HP ないでしょ?これ、戦って負けてしまったんですね。カビゴン、もうボロ負けでしたけども。やっぱり海竜欲しいな、海竜。それか、カビゴンのなんかこう CP が4000ぐらいやついてるのか ?4000。4000ぐらいのやつが欲しいですけども。まあこんな感じです。あ、そうそう、白竜。白竜、746。こう、強いのかどうか分かりませんけども。よし、で、これでね。まあ、なんていうんかな。初めに比べたらだいぶ取りましたよ。あ、ヤドランも結構強いですよね。なんか、たまにジム見たらヤドランいてて、あ、いいなと思って、ヤドランにも負けましたね。あの、カビをね。カビゴン。てか音楽終わったし。音楽終わるのか?一番下だ。あ、すごいでしょこれ。エレブ。エレブだけども、エレブね、強いかなと思ったんですけどね。なかなか CP 高いやつがないと。進化できるもんじゃないんで、CP 高いのじゃないとなかなか、強化しにくいですよね。EV めっちゃ入れてるでしょ ?EV。あ、今ちょっと EV しよう。今 EV やります。513の EV。雨75いるけども、進化させよう。これ別に名前何でもいいんで、進化させよう。適当に何が出るかな ?EV。来た来た。ここで K2 を見せるんだよね。確か上。あ、ちゃうわ。あ、変わってるわ。進化の仕方もちょっとエフェクト変わる。おお、シャワーズだ。どんな、楽しみ楽しみ。あー、いまいちやな。いまいちじゃないの?アクアテールか。わからん。いいのかどうかわからん。まあ、こんなことよりかね。ミニ竜だ、ミニ竜。ミニ竜ね、一番 CP 高いのは461。ということで、結構すごいでしょ?これ、まあ、3、6、9、9、12、15、18。あ、めっちゃ言ってた。18。朝起きたからよくわからん。21、24、27、で、まあ、30だ。だから、雨はとりあえず30は手に入るということで、で、まあこれ、93ね。ミニ竜の雨93。だから100は超えてるということ。だからこれ、CP これで、一旦白竜にした後に、海竜にしようかっていうのを悩みますね。よろしければ、ご伝授ください。ということで、ケニチの近況を、プチ自慢プチ自慢動画でした。ありがとう。あ、そうだ。
なんだかんだ言うてね、プチ自慢シリーズ、ちょっとずつするんでね、チャンネル登録よろしく。